インドネシア独立戦争とは、日本が太平洋戦争で連合国へ降伏した後の旧オランダ領東インドで独立を宣言したインドネシア共和国と、これを認めず最植民地化に乗り出したオランダとの間で発生した戦争である。1945年から1949年までの4年5ヶ月にわたる戦争で80万人が犠牲になった。より競技には、 1947年7月21日と1948年12月19日の2度に、渡ってオランダ軍がインドネシア共和国に軍事侵攻した結果生じた大規模な軍事衝突を指し、オランダ側ではこの自国の軍事行動を警察行動と呼称している。しかし一般的にはインドネシア共和国と オランダ軍との軍事衝突だけでなく、東、インドに進駐したイギリス軍とインドネシアの武装組織との武力衝突、インドネシア共和国内での反乱事件や政治闘争、そして軍事衝突とほぼ並行して進められたオランダや国際連合との外交交渉など、インドネシアの独立へ向けての一連の政治過程を総称してインドネシア独立戦争をという。また、 植民地時代や日本軍世紀には旧東、インド領の各地で伝統的な領主層や貴族層が異性者によって特権を保護されてきたが独立宣言後にインドネシア人の急進的な青年層や武装勢力によってこれらのものの地位や特権を剥奪する社会革命の動きが見られたこうした動きも含めて一連の事象をインドネシア革命とも言う結果的に インドネシアは武力闘争と外交交渉によって独立を達成し、1949年12月にインドネシア連邦共和国が成立し、さらに連邦構成国がインドネシア共和国に合流して、1950年8月15日に単一のインドネシア共和国が誕生した。現在も同日を記念して祝祭日としており、ジャカルタを中心に祝賀される。オランダは、 大航海時代以来、およそ300年にわたって、東インドと名付けた島々を植民地支配してきた。しかし1941年夏の ABCD、法囲網以来日本とオランダは敵対し、同年12月8日に大東亜戦争が始まると、オランダ政府は12月10日に日本政府に対して宣戦線布告、これに応じて、 日本軍は九百四十二年二月末から三月にかけてスマトラ島とジャワ島に侵攻した。オランダ領東インド軍は三月十日に日本軍に全面降伏した。三英運動のポスターその後日本軍はオランダ植民地政府により軟禁されていたスカルノやハッタなどの民族主義運動の活動家を解放し、その後スカルノやハッタと協力体制を取り、 さらに、インドネシア人を現地管理に登用したほか、インドネシアという呼称を公の場で使用することを解禁し、英語やオランダ語ではなく、インドネシア語を公用語にした。さらに1943年10月には、日本軍の協力を得て、インドネシア人指揮官が自ら率いる民族軍である、共同防衛義勇軍を組織するなど、日本軍成果ではあったものの、 インドネシア人はこれまでのオランダ統治下では決していることのできなかった権限を得ることとなったが、この頃までは石油資源の安定確保を目的として、東、インドを直轄の軍政地域都市、スカルノや、ハッタラインドネシア民族主義指導者の独立の要請は認めなかった。しかし、日本の選挙区が悪化してくると、1944年9月3日には将来の独立を任用する。 コイソ生命を発表、さらに1945年3月に東インドに独立準備調査会を発足させ、スカルノやハッタラに独立後の憲法を審議させた。同年8月7日スカルノを主席とする独立準備委員会が設立され、その第一回会議が18日に開催されるはずであったが、8月15日に、 日本が降伏したことによって、この軍政当局の主導による独立準備は中止されることとなった。1945年8月15日、ジャカルタの街に日本が連合軍に降伏したという噂が広がっていたため、スカルノとハッタは山本も一郎軍政官と接触して確実な情報を得ようと努めたがトローに終わった。そこで二人は、 同日14時半頃前田ただし海軍少将を訪ねたところ、前田は公式な情報がないという理由で回答を留保した。8月16日早朝、スカルノとハッタは無傷の日本軍と敵対してでも即時に独立宣言すべきと主張する青年グループに拉致された。スカルノ、ハッタ及びスワルジョは青年グループを説得し、8月17日の 正午までに準備を整え独立を宣言すべく解放されジャカルタへ向かった。8月16日23時頃、スカルノ、ハッタラは前田正海軍少将邸に集まり、すでに起草されていた憲法全文の独立宣言に関連した箇所に基づいて独立宣言を起草し採択した。8月17日10時頃、スカルノらインドネシアの民族主義者たち自身が、 連合国の了解を得ることなく、スカルノの指定に集まった約1000名の立ち会いを得て、インドネシア独立宣言を発表し、スカルノを主犯とするインドネシア共和国が成立した。独立宣言後の8月22日には、人民治安団が政府布告によって結成され、政府は日本軍政下で結成されたキューペタ系の将兵、兵ホらに参加を呼びかけた。この人民治安団が、 治安維持、急進化する青年層の取り込みといった目的を持っていたのに、対して10月5日に結成された人民治安軍は10月になって本格的に進駐してきたイギリス軍及び旧宗四国のオランダ軍に対抗するという目的があった。人民治安軍はキューランイン軍将兵に対してもこれへの参加を呼びかけ、純然たる軍組織を目指した。 共和国側にはこの正規軍以外にも複数の非正規の武装組織が誕生し、その活動には政府の統制が及ばなかった。一方、大戦に敗れた日本軍は連合軍の命令により、東南アジアの各占領地域を現状維持のまま上陸する連合軍部隊に引き渡すことになり、インドネシア人の独立派への武器引き渡しも厳禁とされていた。 この命令を守るために独立派との間で、スマラン事件などの衝突が生じ、日本側にも多数の死傷者が出た。他方で、日本軍部隊が上官の命によって兵器の集積庫を解放し、横流しした例もある。その結果、日本軍からは3万丁以上の38式、不標銃、数百の野砲、トラック、食料、弾薬、軍刀など多くの資材が、 独立派の手に渡った。日本に引き上げずにインドネシア独立派に身を投じた元日本兵は数千人に上った。各国の独立運動支援のために武器を持ったまま義勇軍に加わる日本兵も少なくなくインドネシアの場合その数は通常3000人と言われ1000人がオランダ軍との戦いで独立義勇軍の兵士として戦死1000人が インドネシア独立後に日本へ帰国1000人がインドネシアに帰化したと言われる。約2000人の元日本軍病は祖国に帰らず、そのまま除隊、残留してインドネシア独立軍に参加し、幸福時所持していた兵器物資を横流ししたもの軍政資材をそのまま利用し独立運動の広報、宣伝に当たった者もいた。ある者はインドネシア人と結婚して家庭を築き、 またあるものはイスラームに回収するなどして、現地社会に溶け込み、インドネシア独立戦争の終了後も日本に帰還するものは少なかった。なお、陸軍第16軍の作戦参謀を務めた宮本志蔵によると、期待者、首謀者を除く現地逃亡残留兵は、総計277名で、そのうち166名は、ジャワのバンドン地区の将兵であった。 大戦中ロンドンに亡命していたミルヘルミナ女王のオランダ政府は、すでに1942年12月7日には、戦後における東インドの自治について言及していたが、その独立について情報する考えはなかった。オランダ政府のハーグ復帰後、東インドの最植民地化を決定し、カナダで訓練されていたオランダ領東インド軍部隊を派遣する準備を進めていた。 連合国側では、オランダ領東インドの管轄を、アメリカ軍南西太平洋司令部から、イギリス軍東南アジア司令部に移し、その指揮下のイギリス軍部隊が、東インドに進駐することになった。このイギリス軍部隊の役割は、東インドにおける現状維持と日本兵の武装解除及び、日本人の本国移送であり、オランダとインドネシアの独立問題には、 不介入の立場を取っていたが、帰せずして、インドネシア人の武装勢力との衝突に巻き込まれて、いくことになるのである。戦前から、東インド植民地官僚、副総督を務めていたファンモーク。独立戦争期にはオランダを代表して、リンガルジャティ協定に調印。9月29日イギリス軍が一陣がジャカルタに上陸し、10月1日付で、 クリスティソンイギリス陸軍中将指揮下のランイン、連合軍司令部がジャカルタに開設された。10月末までには、アフナイ参加の英員軍、第23師団の一個旅団が、ジャカルタ、バンドン、スラバヤに、一個大隊がスマランに配置された。10月20日には、オランダ領東インド政府副総督ファンモークが、亡命先のオーストラリアからジャカルタに帰還し、10月23日には、 インドネシア共和国大統領スカルの副大統領ったと会見している。以後、1946年11月末にイギリス軍がインドネシアから完全撤退するまでの期間、インドネシアの独立問題は当事者であるインドネシアとオランダ、その両者の中介役であるイギリスという三者間の交渉によって外交交渉が進められていくことになる。なお、 インドネシアに侵中したアフ内の指揮下には、オランダ領東インド軍陸軍司令官ファンオイエン、少々率いるライン陸軍7個中隊があった。この部隊がインドネシア人殺害、誘拐、放火など多くの事件を起こした。これらの破壊工作がインドネシアと連合国との交渉環境を著しく悪化させた。スラガヤの戦いでインドネシア人が使用していた。 旧日本軍の軽戦車10月25日にスラワヤに上陸したイギリス軍第49旅団は民衆に武器の提出を求めるチラシを全市で配布し、これがインドネシア側を刺激した。このチラシをイギリスからの戦線布告であると受け止めたインドネシア人は同28日、29日、30日にわたってスラワヤ市内に展開するイギリス軍を攻撃し、 これに打撃を与えた。イギリスとの交渉環境の悪化を危惧したスカルノやハッタがスラバヤに飛来して停戦を成立させたが10月30日夜その停戦ラインの審判をめぐって銃撃戦が起こり英イ軍の旅団長マラビー巡将が射殺された。イギリス側はこの他にも共和国側の武装組織との交戦によって多数の死傷者を出しておりまた インドの世論もインドネシアの民族独立運動の弾圧に英印軍が利用されることに反対し、インド総督も英印軍の早期撤退をイギリス政府に要請していた。10月半ばから下旬にかけては英印軍第26師団がスマトラのメダン、パレンバンなどに進駐した。このようにジャワとスマトラは英軍指揮下にあったが、チモール、カリマンタン、スラウェシ、 アンボンなどのトシ島はオーストラリア軍が部分的に占領した。1945年12月14日現在で累計5億ギルダーの南発見が英軍に供給された。1946年1月4日、インドネシア共和国政府は首都を治安の悪化したジャカルタからジョグジャカルタに移し、大統領スカルの副大統領ハッタラはジョグジャカルタに退避し、 イギリス・オランダとの交渉は、ジャカルタに残った、共和国首相者フリル、国防省アミル、シャリフディンガになっていくことになった。一方、オランダ軍部隊が、東、インドに派遣されると続々と増加して12万人に、達し、インドネシア側との本格的衝突が懸念された。1946年11月末に予定された、イギリス軍部隊のインドネシアからの完全撤退を、 前に停戦協定の締結が急がれることになった。1946年11月12日、オランダはジャワ島、スマトラ島、マドゥラ島をインドネシア共和国の勢力下にあると認め、双方は連邦国家樹立に向けて努力するという停戦協定が成立した。そして当初の予定通り、イギリス軍は11月中にインドネシアからの撤退を完了した。 シャフリル政権崩壊後、共和国首相の座についたアミル・シャリフディングしかし、オランダ軍は、同協定の批准も済んでいない1947年1月24日、東部ジャワのクリアントシドアルジョを攻撃、これを占領するとともに、さらに内陸のモジョクルトへも、兵を進めた。このオランダ軍の進出に譲歩するか、徹底抗戦するかをめぐって、インドネシア国内で混乱が続く中で、 6月28日、オランダ軍は全域での進軍を命じ、スラバやジョグジャカルタ周辺への空爆も開始された。1947年7月17日に、共和国側へ最後通帳を突きつけたオランダ軍は、7月21日、共和国領内への全面的攻勢を開始した警察行動という。オランダ軍は、ジャワ西部のジャカルタ、チルボン、 南部のチアミス、タシクマラや、北部のスマラン、マグラン、スマトラのメダン、パレンバンなど、主だった拠点を占領し、インドネシア共和国林樹首都であるジョグジャカルタにも、迫った。12万を超すオランダ軍は装備の面でも、レンドにおいても、インドネシア側の武装組織を凌駕しており、独立軍は都市部を放棄せざるを得なかったが、一方のオランダ側も、農村部でのゲリラ戦に苦しめられた。 これに対して、オランダ軍は徹底したゲリラ総統作戦を展開し、1947年12月9日には、西ジャワにある小村、ラワゲデに、独立派指導者、ルカスクスタリオが潜伏しているとして、捜索を行った際、村に住む男性150人以上を虐殺する事件が起きている。ここで成立したばかりの国際連合が、介入、8月1日に、 国際連合安全保障理事会で即時停戦と仲裁による和平解決を求める安保理決議27が採択された。この決議に基づいて8月4日に停戦が成立したが、その後もオランダ軍の攻撃はやまず、占領地域に次々と傀儡国家、自治領域を設立していった。このため、インドネシア共和国国連代表者フリルの求めによって、 国連はインドネシアが指名したオーストラリア、オランダが指名したベルギー、そしてオーストラリアベルギー両国が指名したアメリカ合衆国の参加国による仲裁委員会の設置を決定した。10月にはこの仲裁委員会の代表がジャカルタに到着し、新たな停戦協定の締結へ向けて努力していくことになった。アメリカ軍艦。 レンビル上での外交交渉1948年1月17日、ジャカルタ沖に停泊する米国軍艦、レンビル艦上で調印された停戦協定は、インドネシア共和国領を、ジャワ島の中部と西端部、マドゥラ島のみとし、共和国側も、さらに狭い領域へと押し込まれる現状を、追認するしかなかった。1948年1月23日、同協定を批准する。 見込みのなかったアミルシャリフリン内閣は、総辞職し、その後を引き継ぐ内閣を担う意志と能力のある、政治家は既存の政党にはいなかった。大統領スカルノは、1月29日、副大統領ハッタに超党派の内閣を組織させ、レンビル後の国内混乱を収集し、オランダとの外交交渉を継続していくことになった。共和国政府と対立したプキの指導者、ムソ、 マディウン事件後の混乱の中で射殺された。一方で、レンビル協定に反対するインドネシア共産党を、はじめとする徹底抗戦派及び、左派勢力が急合され、スカルのハッタラの外交路線と対立した。この政府と左派勢力の対立の中で、1948年9月18日、不起の影響下にある部隊が、ジャワ島東部のマディウンで、政府機関を襲撃し、 革命政府樹立を宣言した。1ヶ月ほどでこの反乱は鎮圧されたが、共和国内部での混乱に乗じて、オランダは12月11日和平会談決裂を宣言、12月19日早朝に共和国領内への全面攻勢が開始された。オランダ空軍の爆撃機によって、ジョクジャカルタのマグオ空港が空爆され、オランダ海兵隊とラニン軍が地上から進攻し、 12月23日までには、共和国林樹種とジョグジャカルタを陥落させた。当時、ジョグジャカルタの共和国側には三個中隊の兵力しかなく、オランダは、スカルの大統領、首相兼副大統領を張った、そして、閣僚の大半を逮捕した。共和国側は、スマトラで、臨時政府樹立を宣言、逮捕された。 スカルノもオランダとの交渉継続を破棄し、徹底抗戦を全国民に訴えた。このように共和国政府の存続を国際的にアピールするとともに、インドネシア側の武装勢力も組織的な抵抗を開始した。スディルマン国軍司令官の号令の下、農村部や地方都市でゲリラ戦や治安の拡乱を進め、1949年3月1日には、 オランダ占領下のジョグジャカルタ奪還作戦を観光し、一時オランダ軍を窮地に追い込んだ。オランダの全面攻勢によって、インドネシア共和国は存続の危機に瀕したが、オランダの軍事的勝利は外交的敗北の始まりだった。オランダがインドネシアの各地で設立した海外国家では、急速にオランダ離れが進み、これらの地域が後に、 インドネシア共和国に合流する素地を作った。また、国際世論は植民地主義に固執するオランダを激しく非難し、国連安保理は12月24日の決議でオランダに共和国指導者の釈放を要求した。とりわけ、マディウン事件で左派勢力を一掃した、発達政権を高く評価していたアメリカは、オランダへの経済援助の停止を通告し、 和平協議復帰への圧力をかけた。こうした国際世論の圧力のもとにオランダは和平受諾に追い込まれていく。また、インドネシアにおける過大な軍事支出はドイツの占領で疲弊したオランダ経済にとって耐え、固いものとなっていたのである。円卓会議での調印式。右が共和国代表、モハマーッと張ったオランダに逮捕されていた。 スカルノラインドネシア指導者は1949年7月6日にジョグジャカルタに帰還し7月13日にはスマトラの臨時政府を解消して政府機能を復活させた8月23日にオランダの首都ハーグでハーグ円卓会議が開催されたオランダ首相によって主催されたハーグ円卓会議は11月2日に一応集結し当事者である インドネシア共和国、同連邦構成国、オランダとの間で、以下が決議された。諸法連立のインドネシア連邦共和国を樹立する。オランダは無条件で、インドネシアの主権を連邦共和国に引き渡すことに同意する。インドネシア連邦共和国は、オランダ・インドネシア連合に参加し、オランダ女王をその原首とする。インドネシア連邦共和国の外交、国防、 財政等にオランダは永久に協力する。他、オランダはインドネシアに対する影響力を残しながらも12月27日、インドネシアの主権を連邦共和国に移譲した。ここにおいて戦争は公式に終結した。また、オランダは交渉の過程で当初、インドネシア側に61億ギルダーの債務負担を要求し、 最終的には43億ギルダーの債務をインドネシア側が継承することで合意した。解放を獲得したインドネシアだが日本に勝利したオランダが影響力を残すため、共和国が支配するジャワ島の他にオランダの作ったいくつもの傀儡政権が連立する連邦共和国となっていた。だが、諸法が分立する連邦共和国制度を不満とし、 ド公国を中心とする諸法の権力をジャカルタの中央政権に移上させ、1950年8月15日、単一のインドネシア共和国の樹立が宣言された。オランダの目論みは完全に失敗し、300年に及ぶ影響力をついに失った。建国後のインドネシアは、原油とゴムの輸出によって、経済を再建すると,とともに、政治的には、 議会制民主主義を忠実に実行したが、政治的混乱を収集するため、スカルノは1956年に指導された民主主義を提唱し、独裁制へ移行していくと,とともに、ソビエト連邦へ接近した。1960年には、なおオランダ支配下にあった西イリアンへ侵攻し、オランダと国交を断絶し、アメリカ合衆国政府の介入による、 国連暫定統治を経て1962年にはインドネシアへの移管が決まった。オランダは第二次世界大戦後にアメリカ合衆国政府によるマーシャルプランが停止されたことも打撃が大きかった。1962年には西イリアンも失い植民地国家から西欧国家への移行を目指した。ベルギーやルクセンブルクとのベネルクス関税同盟は その後の欧州共同体、現在の欧州連合の先駆けとなった。日本軍の敗北から1947年5月の全日本人引き上げまでの間に、日本軍の死者は1078人を数え、この人数は、日本軍の来院進行時の戦士255名、負傷702名を上回るものだった。この死者数は、武器、弾薬譲渡をめぐる、 独立派からの襲撃によるものや、連合国側の新中軍が、現地の治安確保のために、日本軍部隊に出動を命じて、戦闘になったこと、などによるものだった。一方で、独立派が武器を奪っていくのを、現地日本人が見て見ぬふりをする形で、穏便に解決すると同時に、旧日本軍が、独立派に事実上武器を譲渡するような例もあった。また、日本の敗戦後、 インドネシア側の武装勢力に身を投じて独立戦争に参加した日本人がいた。彼らが独立戦争に参加した動機は様々である。戦前、戦中、日本が大東亜共栄圏、東亜新秩序を打ち出していたことから、欧米からのインドネシア解放、独立のためにインドネシアの独立戦争に参加し、インドネシア人と共に生き、共に質を誓い合ったものや、 日本に帰国したら先犯として裁かれることを恐れたためにインドネシアに残留したものまた日本軍正規に各地で結成された郷土防衛機友軍の教官としてインドネシア人青年の訓練に当たったもの,の中にはその教え子たちに壊れて武装組織に参加した者も,もいる。これらの現地逃亡日本兵の独立勢力への参加については 連合国側は厳しく禁じており、日本軍の現地指導部でも在留日本人の引き上げに悪影響を与え、ひいては日本の国体ご自や天皇の地位にまで悪影響を与えるとして対応に苦慮した。インドネシアの独立達成後、1958年1月20日に日本とインドネシアの平和条約賠償協定が締結され、1960年代に 日本企業のインドネシア進出が本格化する頃、両国間の橋渡しの役割を果たしたのは、これらの元日本兵たちであった。独立戦争で命を落とした元日本兵は、ジャカルタのカリバタ英雄墓地をはじめ、各地の英雄墓地に葬られ、戦後生き残った元日本兵も、インドネシア国籍を与えられたインドネシア人として、これらの墓地に埋葬される予定である。 1958年に訪日したスカルの大統領は日本へ感謝の意を表し独立戦争で特に貢献した市木達夫と吉住留五郎に対し感謝の言葉を送った市木達夫君と吉住留五郎君へ独立は一民族のものならず全人類のものなり1958年8月15日東京にてスカルのその石碑が 東京聖書寺に建てられている。1987年の訪日の際、アラム社第三副首相は、日本占領時に創設されたペタでの人材育成に感謝し、連合軍に敗戦後もインドネシアに残留し、独立戦争に参加した日本兵らについても語っている。日本軍の軍勢は良かった。行政官の教育は徹底したものだった。 原田熊吉ジャワ派遣軍司令官の熱烈な応援によりペタが創設された。ペタは義勇軍と士官学校を合併したような機関で3万8000名の将校を養成した。兵補と警察隊も編成され猛烈な訓練をしてくれたばかりでなくインドネシア人が熱望する武器をすぐに供与してくれた。無条件降伏した後も多数の有志将校が インドネシアの独立戦争に参加してくれた。経験豊かでしかも有毛果敢な日本軍将兵の参加が独立戦争を我々に有利な方向に導いたか計り知れない。数百年来インドネシアに住む数百万の中国人の大部分はオランダ側に加担してインドネシア軍に銃を向けた。アラム社第三副首相1987年渡すハルトは 1988年8月17日の独立記念日にインドネシア独立に尽力した金子智和、稲峰一郎の2名の日本人に国家最高の栄誉、ナラリア勲章を授与している。それ以前には1976年に前田正し、その後に高杉晋一、清水人志、小笠交渉の4名がすでに受章をしていた。 インドネシアと日本軍政についての研究は1950年代から欧米諸国で始められ、日本軍政がインドネシア社会に大きな政治的インパクトを与え、現地のナショナリズムを刺激し、脱植民地化を加速させたとの評価が一般的となった。ジョージ・エス・カナヘレは著書日本軍政とインドネシア独立の中で日本軍政は インドネシア語の公用化を徹底させたが、このことを通し、インドネシアは国民的自覚の連帯意識を強化せしめることができたとし以下のように分析している。日本軍政はオランダ時代には知らなかった広い地域の大衆をインドネシアという国家形態に組織した。日本軍政はジャワ、バリ、スマトラに現地人による常備軍を設けて訓練した。 オランダ復帰に抵抗して戦った、この革命軍将校と、数万の兵士の組織と訓練、そして日本軍が与えた、大量の兵器なしに、インドネシア革命はありえなかった。ジョージ・エス・カナヘレ、日本軍政と、インドネシア独立。ありがとうございます。